きこもり、ひきこもり、ひきこもり、ひきこもり、英語表記、ひきこもりとは、仕事や学校に行けず家にこもり、家族以外とほとんど交流がない人の状況を指す。現時点では、日本の厚生労働省は、こうした状態が6ヶ月以上続いた場合を定義としている。また、内閣府は、ひきこもりの実態を把握するために、15歳から39歳までの若年層を対象に調査してきたが、ひきこもりが長期化する人が増えていることから、2018年12月、40歳から64歳を対象とする初めての調査を行い、40歳から64歳で、ひきこもりの人は、推計で61万3000人に上り、15歳から39歳を対象にした調査で推計した54万1000人より多くなっている。引きこもりの人たちを強引に施設に入所させ、高額の費用を親に請求する引き出し業者も問題となっている。もともと引きこもりとは英語からの訳語で、出典はアメリカ精神医学会編纂の DSM-III の診断基準におけるソーシャル、ウィズドローアル、社会的撤退という用語だった。引きこもりの意味は時代とともに変化している。かつては口述のように隠遁や病気療養を指して使われたが、現在の厚生労働省は次のように定義している。大事線では長期間にわたり自宅や自室にこもり、社会的な活動に参加しない状態が続くこと。都市、補節を加えており、周囲との摩擦によるストレスや精神疾患が原因で引きこむ場合、原因を特定できないまま引きこもる場合などがある。厚生労働省は様々な要因によって社会的な参加の場面が狭まり、就労や就学などの自宅以外での生活の場が長期にわたって割れている状態と定義する。と、厚生労働省の説明も加えて紹介している。また、次のような定義もある。もともと、引きこもりという言葉は、引きこもる状態を指す。つまり、同じ場所にじっといて出てこない様子のこと。吉川幸次郎、総司外説には、弾劾されて失脚し、トークチャンスの蘇州に、別荘を買って、僧侶邸と名付けたのに引きこもりという公職について、いない、または官職を辞した状態を意味する用例や、岩波文庫版、P124。初出1962年、横山光輝の三国志希望コミックス版24巻、詩を出版社、1981年にも、諸葛亮のセリフとして、これは、柳中に着こもっている頃聞いたのですがといった要例がある。なお、第二次橋本内閣までは、首相の病気による内閣総理大臣臨時代理の事例に、内閣総理大臣何棒病気引きこもり、中内閣法第9条のただしにより、と記載されていた。前述した厚生労働省が定義しているような引きこもりの用法が生まれたのは平成年間以降である。多くの精神疾患は児童青年期に発症する。引きこもりと関連の深い精神障害の主なものとしては、広汎性発達障害、強迫性障害を含む不安障害、身体表現性障害、適応障害、パーソナリティ障害、統合失調症などを挙げることができる。精神疾患発症の中央値は OECD 諸国では14歳前後であった。日本のある研究では、引きこもり、6ヶ月以上自宅に滞在を理由として、精神保健福祉センターにカウンセリングに訪れた16から35歳のうち、その 80% は精神疾患が診断され、その 33% は統合失調症もしくは気分障害、32% は一般的発達障害もしくは精神遅滞、34% はパーソナリティ障害もしくは適応障害であった。ただし、実際重度の強迫性障害や統合失調は就労不可能である場合がほとんどであり、諸外国もそういう疾患を非就労とは換算しない。厚労省は、引きこもり地域支援センターの都道府県及び主要都市への設置を進めている。厚生労働省、国立精神・神経センター精神保健研究所社会復帰部による引きこもりの概念は以下である。調査対象者は次の条件をすべて満たす80例、男66例女14例。初診時の年齢が12歳から34歳、平均 19.8 歳、調査時点で13歳から37歳、平均 21.8 歳。機能不全家族で育った子供はまず親との人間関係づくりに失敗しており、人間関係の基礎が人間不信になっている場合がある。良い子をただ演じていることがあり、いじめがきっかけで引きこもりが発生するケースが多い。ひどい場合は解離性障害を発生する。不安、緊張の高まりや抑うつ気分などが出てくる。就学、就労を続けているため、周囲は気づきにくい。学校や仕事を休みがちになるなど、問題行動が見られたら、本人の訴えによく耳を傾ける。引きこもりが始まり、不安や焦りが目立ち始める。幼児的な言動が見られたり、暴力的になったりする。当事者には休養が、家族や関係者には余裕が必要な時期。過度に指示しすぎないことが大切。開始時期ほどの不安定さは見られない。夜間にコンビニへ買い物に行くなど、ごく浅い異社会との接触が可能に。焦って社会復帰させようとせず、見守る。支援者や支援機関は家族の不安を支える。試行錯誤しながら外界との接触が生じ、活動が始まる。当事者の変化に一喜一憂せず安定した関係を心がける。渋谷正三、自分の心理学の P93、厚生労働省、引きこもりの評価、支援に関するガイドラインをもとに、渋谷正三が作成したものから、上述のように引きこもりの原因が精神面にある場合、適切な治療、ケアを行い本人をサポートすることが大切である。個々の治療法については、社交不安障害治療、パニック障害治療、馬強不症治療、広汎性発達障害治療、うつ病治療、統合失調症治療、強迫性障害治療、不安障害治療、身体表現性障害治療、適応障害治療、身体集計障害治療、パーソナリティ障害治療、自律神経失調症治療、オープンダイアローグなどを参照。加えて、本人の存在自体の価値が丸ごと認められる居所づくりに向けた支援が必要である。また、支援者は否定をせず、根拠や内実を伴った積極的な肯定をすることなどを通じて、本人の存在自体を丸ごと認め、自己愛の醸成をサポートする。その後、することへの意欲が高まり、本人が何かを遂行できたとき、一つ一つの達成を心に響く形で肯定、称賛し、自尊心の形成を支援する。さらに、本人と支援者との語り合いを通じて、本人が納得でき、生きやすく元気の出る、語りを形成できるようサポートすることも重要である。NHK 福祉ネットワークによると、2005年度の引きこもりは160万人以上、稀に外出する程度のケース、準引きこもりまで含めると300万人以上存在する。男女比は調査によって様々で NHK のネットアンケートによると54、46、社会的引きこもりに関する相談、援助状況実態調査報告によると男性が 76.4%、ほとんどの調査報告において男性は6から8割の割合で女性より多く存在する。厚生労働省の調査結果では、引きこもりを経験したものは 1.2%、現在20歳代のものでは 2.4% が一度は引きこもりを経験。男性に約4倍多い。高学歴家庭では、約20人に1人が引きこもりを経験。家庭が経済的に困窮していたかどうかは、引きこもりと関係ない。従来引きこもりは、若者の問題であると考えられており、不登校問題と同一視されてきた経緯から、支援対象者は10歳代から20歳代を想定した場合がほとんどであった。内閣府は2016年9月、サンプル調査に基づき、15から39歳の若年層の引きこもりが全国で約54万人に上るとの推計を公表した。内閣府調査で対象外だった40歳以上の引きこもりについて、K1J 全国引きこもり家族会連合会は、16万人いると推計している。近年では、引きこもりの長期化や、社会に出た後に引きこもりになってしまうケースなどにより、20歳代や30歳代以上が増加している。KHJ が2016年から2017年にかけて実施したアンケートでは、引きこもりの平均年齢は 33.5 歳、40歳代も 25% が占めた。引きこもりの平均期間は 10.8 年間で、調査対象の 16% は20年以上に及んでいた。支える家族の平均年齢は 64.1 歳と高齢化している。2割近いという調査結果もある。山形県が2013年に引きこもりの実態を調査したところ、15歳以上の県民のうち引きこもりは1607人だった。そのうち40代以上が717人だった。これはほぼ半数が高齢の引きこもりであるということを示している。就職氷河期世代の高齢化などにより、引きこもりが中高年になっても続く傾向は2010年以前から指摘されていた。この年齢層では支援の方法も限られてしまい、支援団体でも支援対象者に年齢制限を設けている場合がある。引きこもりの子を養っている親が老年期に入ると、経済的、体力的に行き詰まってしまう場合が多い。このため KHJ のように中高年に達した引きこもりの子を持つ親も参加できる支援団体もあるほか、親の退職、死亡後も子が引きこもりから抜け出せないことを前提に、生活資金の確保や物価が安い地域への引っ越しといったサバイバルプランを助言するファイナンシャルプランナーもいる。高齢化がさらに進むことで、介護が必要な80代の親と50代の引きこもりとの親子関係における問題があるとする8050問題を掲げるメディアもあり、特に2019年に入ってからはワイドショーなどテレビ番組でもいわゆる0歳以上が該当する中高年の引きこもりや8050問題を積極的に追求、報道するなど社会問題に発展している。国の引きこもり支援は内閣府の子ども・若者育成支援推進法を法的根拠にし、当初は34歳まで、その後、39歳までに上限を引き上げて、支援対象者を年齢で線引きしてきた。また、内閣府は、引きこもりの実態を把握するために、15歳から39歳までの主に若者を対象に調査してきたが、引きこもりが長期化する人が増えていることから、2018年12月、40歳から64歳を対象とする初めての調査を行い、40歳から64歳で引きこもりの人は推計で61万3000人に上り、15歳から39歳を対象にした調査で推計した54万1000人より多くっている。BBC が日本の引きこもりについての番組を放映した時に、多くのイギリスの視聴者から、同様の経験を持つコメントが寄せられた。また、イタリアでも引きこもりが目立ってきており、同国の新聞が特集記事を組んだこともある。イタリアには、引きこもり状態の若者が10万人程度いるとの推計もある。問題への認識は従来薄かったが、2017年6月に日本の取り組みを参考にした支援団体、引きこもりイタリア、本部、ミラノが発足するなど、対策が取られつつある。同様の現象は、韓国、台湾、香港、アメリカ合衆国、オーストラリア、イギリスなど多くの国、特に先進国で存在すると見られている。オックスフォード英語辞典には2010年8月、第3版に、引きこもりの表記で収録された。意味としては、社会との接触を異常なまでに避けること、一般的には、若い男性に、多いと説明されていい。厚生労働省の調査結果では、56% の引きこもり経験者が、これまでに精神障害を経験していた。しかし精神障害の経験なしのものも 44% あった。引きこもりと同時期の精神障害の発症は多くない。精神障害が合併しやすいが、引きこもり=精神障害の一症状ではなさそうである。厚生労働省の調査研究班が引きこもり支援にあたる専門機関の職員などに向けた引きこもりの評価、支援に関するガイドラインを取りまとめた。全国5カ所の精神保健福祉センターにおいて、引きこもりの相談に訪れた当事者184人、16歳から35歳を対象に精神科診断を行ったもの。調査結果によると、何らかの精神障害を有していると診断されたのは149人。分類不可とされた1名を除き、引きこもりというと、全く外に出られないかというと、そうではない例も挙げられている。程度は人によって異なり、全く自宅から出られない人もいれば、買い物などのために外出する人もいる。自分の趣味に関する用事の時だけ外出する場合が多いとされる、準引きこもり。また、近所のコンビニエンスストアなどには出かける人も多いと指摘されている、教義の引きこもり。内閣府、若者の意識に関する調査、引きこもりに関する実態調査によると、普段自宅にいる時によくしていることを聞いたところ、引きこもり群と引きこもり親和群は、本を読むやインターネット、当てはまるものがないが多く、家事、育児をするが少なかった。また、引きこもり群は、ラジオを聞くや、新聞を読むが多く、テレビを見るは、比較的少なかった。引きこもりは、必ずしも学齢期にあるものが起こすとは限らず、一旦社会人として自立したものが起こすこともある。また、学齢期に引きこもりを起こしたものが、立ち直るきっかけを見出せないまま中年期に達することもある。例えば、東京都が2008年、国がニートと定義する15から34歳の男女に絞って無作為抽出した大規模な調査結果を見ても自室からほとんど出ない自分の趣味に関する用事の時だけ外出するなどの引きこもり状態の人が都内に少なくとも25,000人以上いると推計。引きこもり予備群を含めるとその合計は都内で約20万人に上る。内閣府が2010年全国15歳以上39歳以下のものに絞って無作為抽出した3287人に対する調査結果を見ても、引きこもり群35から39歳 23.7%、30から34歳 22.0% と引きこもりが高年齢化している。引きこもりについて主に甘えているという誤解や偏見がある。他にも怠けている、親の育て方が悪い、病気や自己責任等がある。神戸学院大学総合リハビリテーション学会の会誌、神戸学院総合リハビリテーション研究第11巻、第2号2016年3月に掲載された論文にて、2000年の新潟女子児童監禁事件、佐賀バスジャック事件など、思春期、青年期の子供、若者が加害者となる事件が起きて世間の注目を集めたことや、加害者に引きこもりの生活状態や経験があったことが報道されることによって、引きこもりは犯罪予備群ではないかという誤解が生まれたことなどが説明されている。詳細はを参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。